ブサイトをご覧の諸君、我々が何がのポップメタルにもラケシーだ。ギターのマウです。ドラムのケニーです。ベースのバジでーす。そして俺様がボーカル、アグネイオブーヤンさんだ。ケニー、2017年11月1日我々は初の全国版シングル「イブロパーティー」をリリースしたぜ。いや、それにしても寒いな、おい。寒いし、なんだこの雨というか、この天気というか、ここどこや、どこやねん、俺ぐらい。そうなんです、ブーヤンさん。え、我々、うん、11月1日にリリースしましたが、うん、イブロパーティーリリースして、我々ポットでのバンドがですね、ポットで、ポットでセールスをぐっと伸ばしていくのはなかなか難しいんじゃないかと、まあ、いうのがありますんで、まあ、ただ我々の気持ちとしてはですね、飛ぶ鳥を落とすような気持ちでね、それはもちろん羽ばたいていきたいなと、そうだそうだ、まあ、思ってるので、そうだ、ね、じゃあ実際に飛んでしまおうということで、飛ぶ、本日はですね、奈良県生駒郡市議さんにございます海運バンジージャンプ場に来ております。やったー、バンジージャンプです。バンジージャンプ、はい、時間がないんで、あの早速ブヤさんに、ほんまに、はい、ほんまにスタンバイお願いします。ほんまにマジだ、元気です。その間にですね、はい、我々のツアー詳細なんですが、11月24日、梅田ジーラ公園からですね、イーブルパーティーのツアーが始まります。始まります。今年は11月24日、はい、梅田ジーラ、ジーラを皮切りに12月1日、新宿ビルコ、ビルコ東京、12月8日、今池スリースター、スリースター、12月22日、福岡天神キューブリック、すべて金曜日となっております。はい、すべて金曜日です。はい、皆様のご来場お待ちしております。お待ちしてます。はい、そしてイーブルパーティーツアー2017はそれなんですが、2018年もありまして、今ですね、テロップの方を流していただいていると思うんですが、日本全国つつ裏裏裏、はい、裏いきます。ジェラにもあなたの街にお伺いします。はい、侵略しますので、皆様もぜひライブ会場足を運んでください。ツアーファイナルは3月の24日アメリカ村ドロップで行いますので、こちらもぜひチェックお願いします。お願いします。はい、じゃあブーヤンさんもスタンバイ終わりましたかね。じゃあ最後はブーヤンさんの開運バンジーで、締めたいと思います。我々がなにわのポップンメタリーモラクシーでした。バイバイ。ライブ会場にバンジーマッシュも来てくださいね。お待ちしております。ライブお待ちしております。ブヤン頑張れ。カウントダウンむちゃい。イブルパーティー触れてくれおーやギリギリすごい飛んだよ。何言ってるか全然聞こえへん。